ジュリア・ダット・レイ・ジュリア・エリザベース・ダット・レイは、明治の日本で活動した、宣教師、教育者。アメリカ合衆国入りの異衆、ネイパー・ビル出身。神戸女学院大学の前身である、女学校、聖和大学の前身である、神戸女子伝導学校を設立した。1840年、アメリカ合衆国入りの異衆ネイパービル出身神戸女学院大学の前身である女学校清和大学の前身である神戸女子伝道学校を設立した1 8 4 0年アメリカ合衆国入りの異衆ネイパービルに生まれる。13歳で父と死別。 イリノイ州のロックフォード大学を卒業後、数年間、地元の女学校で教職に就く。同時に、母の看病にあたり、26歳で母を見取る。その数年後、アメリカンボードが行った、女性選教師の募集に応じ、1873年3月に、イライザ・タルカットと共に、神戸に赴任。伝道活動を行うかたわら、同年9月にタルカットと共に民家を借り、 私塾を解説。タルカットの書簡によれば、この私塾には24人の少女と夫人が集っていた。1875年10月12日、旧三田藩主、久喜高吉らの支援を受け、アメリカンボードの承認を得て、タルカットと共に諏訪山の麓に寄宿学校、女学校を創立、社官を務める。これは、兵庫県最初の女学校である。 1880年、学校を去り、いとこのマーサバローズと共に、神戸女子伝道学校を設立。同校は、日本最古の女性教職者養成学校である。1901年、山をわずらい、アメリカへ帰国。カリフォルニア州南部で、療養生活を送り、1906年7月12日、同地で死去。故郷、ネイパービルで、 両親と同じ墓地に葬られている、神戸市立外国人墓地、ありがとうございます。